詐欺町林勝山詐欺町は、福井県勝山市で、毎年2月の最終土日に行われている、詐欺町であり、福井県を代表する祭りである。2008年2月22日に、福井県の無形民族文化財に指定された。地元勝山市では、詐欺町と呼ばれ、勝山詐欺町祭り実行委員会では、勝山詐欺町祭りと呼ばれる。福井県勝山市では、 市内最大の祭りである。お囃子、エアンドン作り物、教え、色短冊などが行われる。江戸時代には旧暦の正月14日15日に行われており、明治以降は新暦の2月14日15日になったが、雪の影響で降雪量の少なくなる2月24日25日になり、1982年から現在のようになった。 古来より全国で行われている詐欺町だが、勝山市では、小笠原市が、越前勝山藩に入法された1691年より、盛んに行われた、と小笠原市、入法300年を記念したイベントから言われ始めた。しかし、1603年の文献にはすでに詐欺町についての記述がされている。旧勝山城の、上袋田区、下袋田区、上郷陸、上国。 中国、下国、上長部地区、下長部地区、富田区、沢区、吉野区、立川区、元町二丁目区の十三地区が行い、そのうち、富田区を除く十二地区が高さ約六メートルの櫓を立てて行う。勝山詐欺町で飾られる色短冊と古神体、勝山詐欺町のどんど焼き詐欺町林三味線、忍へ、金で演奏されるお囃子で、主に大ずると呼ばれる。 蝶よ花よ花よの年齢まだ父の無価値首はなせという特徴のある林歌を歌い、それに合わせて、詐欺長太鼓と呼ばれる太鼓を叩く者。いわゆる、浮き太鼓が特徴。太鼓の音が響かないように、子供や若者を座らせる。他にも、五大天、コンピラ船、四丁目、戦友などの林歌がある。エアン案ン清掃風刺、強化行政、観光、ラジャレを織り交ぜて、 庶民の願望が安鈍に描かれるもの。主に町内の辻や櫓の周りにかけられる。櫓の両正面下にかかる大安鈍には、教科を主として行政問題や世界の話題、吉祥監視にちなんだ川柳と絵が描かれる。江戸時代より始まり、藩主がブレーとして庶民の気持ちを古川柳や教科に託すことを許したことが起源 1985年からエアンドンコンクールが行われている。赤襦袢かつては、矢倉で赤襦袢を着られるのは一人前の男として認められ、青年会の一員として矢倉に登ることを許された証であったため、その名残で現在でも、詐欺長伝来の一つの儀式として一部の太鼓を叩く若者は赤襦袢を着ている。作り物日常生活用具を素材に選び、 その年の絵とや吉祥形態にちなんだ作品を即興でにわか的に作り上げるもの。主に昔の農機具や小道具などが使われる。素材や作品からもじったシャレを織り込んだ書き流しが添えられ、一枚には意味を書き、もう一枚には作品の素材と作り物をシャレ言葉で表現する。1952年から勝山商工会議所主催で、 作り物コンクールが行われている。押し絵面を詰めた布張りの飾り物。過去には女性の花嫁修行として盛んに行われていた。色短冊色のついた短冊を祭りを行う地区に飾り付けるもの。1982年に祭りの一週間前から飾られるようになった。江戸時代から明治の中頃までは2尺ほどの松の小枝に赤い紙の短冊をくくりつけ。 各家々の軒先に飾られるというものだった。現在の短冊は、明治の終わり頃、五色組飾りまといの色に変えられたと伝えられ、これは1845年八大藩主小笠原町、守るの時に青、黄赤、白、黒の五組に編成された引消しの制度に由来する。昭和55年までは地区ごとに、色が違っていたが、上、袋田と下、袋田を除いて緑、 木、赤の短冊になった。下袋田は白、緑、木、赤、上袋田は白、青、赤となっている。どんど焼き拡張内にある、ご神体を弁天瓦に集めて一斉に点火するもの。二日目の夜に行われる。1988年頃から神事として、どんど焼きにご神化送りが行われるようになった。詐欺町は鎮火祭とも深く関係するため、 日祭りも合わせて、神明神社に祀られている、小結びの神のお日を、御人家としていただく。かつては、どんどん焼きの翌朝に、後もやしの残り火で、粥を炊いて、家族などに配ったり、炙った餅などを持ち帰って、食べたり、灰を体に塗ったりすることで、無病息災を願ったと言われる。ありがとうございます。